長津郡は、朝鮮民主主義人民共和国環境、南東西北部に位置する郡。二馬高原に位置し、西側には、狼林山脈がそびえる。郡の中心部にある長津湖は、南から北へ流れる長津湖を、長津大ダムによってせき止めたものである。一遊三労働者区、十六里を管轄する。1667年に、長津作が設けられたのが、 長津の地名の始まりである。日本統治時代には環境南道に属した。双葉、高原一帯で電力資源の開発が行われるようになると、当時軍内に含まれていた不戦功に不戦功ダムが長津号に長津号ダムが建設された。1945年8月15日時点の長津軍は7面148里から構成されていた。 朝鮮戦争中の1950年11月から12月にかけて長津湖の周辺においてアメリカ軍と中国人民志願軍の間で激戦が行われたことで知られている。1952年12月の行政区画改編により旧軍域の一部が不戦軍、狼林軍に分離され長津面、中南面、西南面と上南面の一部からなる。 長津群が再編成された。2006年末、現在、一遊十六里三労働者区で構成される。この節の視点、ありがとうございます。